まさに現状ですよはね。い、そうなんです。ただ、注意してみてほしいのが、こちらのデータって、一番下に見えてるんですけれども、東京都の教育委員会から抜粋している情報なので、まあ、やっぱり地域によってとか学校によって、それぞれやっぱり違うデータが少しずつ出てくると思うので、こちらはあくまで参考にしていただければと思います。で、実施期間が平成30年なので、3年前ですよね、確か。3年前の8月なんですけれども、性教育の教育課程上の位置づけで、年間授業数、1時間から10時間がやっぱりほとんどを占めてるんですけれども、3学年になると、11時間から20時間も少しずつ増えてきているというのが見れます。で、避妊法や人工妊娠中絶など、中学校学習指導要領に示されていない内容の授業での指導、91%。もう570校近くが指導していないと。で、指導している主な内容が、まあ、避妊法、中絶法も11個、コンドームの利用がこんなに少ないんだっていう、コンドームの利用が5個だけなのに、避妊法27個は何を教えているんだろうっていう、や、そうです何が含ね。まれているのかめっちゃ気になります。確かに。ねえ。で、教育課程上の位置づけでは、まあ、やっぱりほとんどが保健体育、7割以上になっているんですけれども、まあ、特別活動だったり、総合的な学習の時間の中でっていうところもあるみたいですね。で、まあ、この今の状況を管理職、いわゆる先生たちからみたいな意識調査の中で、下の方に、まあ、性に関する指導資料などを配布してほしいっていう方が、とてもそう思うとそう思うを合わせると本当に7割以上いらっしゃって、やっぱり今の資料じゃ不足しているって感じている方はすごく強くいらっしゃるんだなっていうのと、あとその医師などの外部講師を活用することが効果的であるって思っている方が、これもう本当8割9割近いんじゃないかなって思うので、やっぱりその先生たちだけじゃなくて、本当に外部講師にも、まあ、追加で授業をしてもらうのも必要だって感じてる方が意外とたくさんいらっしゃると思うんですけれども、高橋先生、いろんな多分学校を回ってらっしゃる中で、現場の声を聞いてる機会もたくさんあると思うんですけれども、どうでしょう、今の先生側から見た現状は。今これ管理職の方の26%がとてもそう思う、外部講師を使う件。管理職っていうのは校長先生とかって意味ですよね。26%がとてもそう思う、63%がそう思う、90%の人たちがそう思ってるってことなんですけど、私埼玉県の川越市っていうところで保健所とつながって、保健所が22校あるすべての中学校の私が派遣できる予算を川越市長さんが全校分の予算をつけてくれたんですね。なんですけど、まだ4校ぐらいに呼ばれてないんですよ。で、これって校長先生の判断で呼ばない学校があるっていう状況なので、まあ、それで言うとやっぱ8割、9割、ああ、同じ感じなのかなと今思いました。でも、まあ、それ以外の学校は、まあ、川越市なんかは、私を呼ぶのに、お金の心配をしなくていいので、あとは日程の調整だけみたいな感じなんですけど、他の埼玉県内の他の中学校が私を呼んでくれるときには、それぞれ学校の中で、一生懸命いろんなところから予算をかき集めてきて、で、呼んでくださるっていう形になっていて、なので、外部講師使うのがいいなって思ってはいるけれど、誰にやってもらうの？いつやってもらうの？お金はどこから？みたいな、5つぐらいの外部講師を呼ぶまでのハードルっていうのが、まあ、一般的な学校にはあります。で、東京都は東京都産婦人科医会と提携をして、教育局がですね、提携をして、手を挙げた学校に産婦人科医が外部講師で行けるようなシステムを作りたいと頑張っている最中で、徐々に校数が増えてきているっていうところです。なんかそれこそ結構今まだ義務教育のところの話が結構メインにはなってくるかなと思うんですけど、それこそリノさんにも聞いてみたいんですけど、まあ、大学生ってなると、まあ、義務教育ではなくなるっていうふうになると、実際にまずこういう性教育というような授業はないかもしれないですけど、なんか大学としてなんかそういう情報を発信してるとかって聞いたことあります？または実際体験されたとかそういうのってありますか？そうですね。なんか私の大学には、なんか心身ウェルネスっていうなんか保険みたいなやつがあって、そこではなんか性感染症とハラスメントの話があるんですけど、
一応その大学としてハラスメント対策室みたいな相談室みたいなのはあるっちゃあるんですけど、うん、それをどれぐらいの学生の人が知ってるかっていうと多分ほとんど知らないんじゃないかなっていうのがありますね。なんか逆にその大学がやるっていうよりかはもう学生さんたちがそれぞれ自分で団体を作ってそこでワークショップ開いたりと か, なんか発信活動したりしていて、なんか学生さんの方が動いてるなっていうのが。学生さんをサポートしてくれる教員とかはいるんですか？あ、なんかいますね。一応ジェンダーの先生と か, なんかフランス語の先生とかがなんか話しかけやすいんですけどフランス語の先生なんですねサポートしてくれるなんかそのウェルネスの授業は選択ですか、はい、必修ですか？あ、私のところは必修です。あ、はいいですね。素晴らしいですね。でもやっぱりあの内職してる人が多いですね、なんか必修ってなるとそうなんですね。フランス語の先生が協力的っていうのがまたなんかいいですね、うん、なんかそこもなんか素敵な感じになりそうで、うん、あと聞いてて思ったのが、うん、まあ、あのリノさんも自分自身でこう、うん、その性教育を受けた時に違和感を感じていたっておっしゃってましたけど、はい、他にもやっぱりそのリノさんと同世代でとか同じ大学に通う同級生も明らかに何かおかしいとかもっと情報が必要だって感じているからこそ皆さんで一緒にそういった活動をしたりとかもっと情報を探し求めたりとかしてるっていうことでもあるんですかね。そうですね、やっぱりなんか性教育を受けてこなかった人と人が多いと多いんですが、なんか逆にそのそういう性教育どの性教育を受けたかについて話し合ってる時にやっぱりその女子校出身の子はめちゃくちゃちゃんと性教育受けてたりするので、なんかそこの差になんかびっくりして逆にもっと性教育に関心を持ち始める子とかは周りにいますね。意外と私てっきり共学の方がなんか性教育充実してるのかなって思ったんですけど、うんうん、女子校の方がしっかりしてるんですね。そうですね、私結構男子校もちゃんとやってるとこはやっていて、うん、あのまあすごい遠昔の話だけど私が一番最初にお付き合いをしたパートナーの彼はですね男子校の出身だったんですね。ですごく学校であのコンドームつけることっていうのをちゃんと学んでいたそうで、あの、まあ、大学生になる前の浪人時代に出会ってるんですけど、もう絶対ちゃんとコンドームしてました。やっぱ本当文化って違いますよね。この後もなんかまた出てくると思うんですけれども、本当に私も留学してる時に HIV 検査するの当たり前とか、なんかそういうのって私にとっては衝撃だったんですよね。なんか疑われてんのかなって、逆になんかちょっと変にとらわれてしまった自分がいるぐらい、なんかやっぱ 文化というか受けてきた性教育によっては全然違うんだなっていうのを思いますよね。でその性教育でも茜さんあれですよね、今年の4月からちょっと変わるということが。そうなんです、うん、あの命の安全教育っていう、これまた私が最初またクエスチョンマークになってしまった謎のワードだったんですけれども、こちらですね、今年の4月から、一気にではなく段階的にあの1年以上の時間をかけて今までの本当にこの、まあ、妊娠出産だったりの過程しかなかったのが、プライベートゾーン、デート DV と、うん、SNS のリスクも含まれるっていうことだったんですけれども、これってあのちなみに義務教育だけじゃなくて高校でもあの追加されるっていうことですよね、高橋先生。私が聞いた話では、うん、あの幼稚園、保育園、うんうん、小学校、中学校、高校、大学、保護者向けにそれぞれの教材を作って、一斉に国からみんなで勉強しましょうっていう風になるという風に聞いています。いや、それができるとすごくいいですよね。なんか実際にその例えば私もそうなんですけど、まあ、林間学校性教育世代なのでそうなってくると、まあ、大人になったとしても正しい性教育の情報でどこにアクセスしていいのかわからないっていうものもありますし、あと親としてもなんかどうやって性教育というか性の情報を伝えていいのかわからないっていうような声も結構聞くので、なんかそういうのが一つのきっかけになるといいですよね。今の質問で、うん、あのこれって作法先生的にポジティブな変更なんですか、はい、っていう質問が、はいはい、鋭いあの性教育っていう言葉を使うと、うん、潰したい国会議員の人たちがいてですね、性教育っていう言葉を使わずに上手に性教育的なものを広めていくっていう作戦らしいので、命の安全教育っていう言葉にアレルギー反応を起こさずに、あ、性教育の
みんなが受け入れやすいところから学校にやりますよっていうのが始まったんだなと受け入れてもらうといいのかなって、私も一緒に作ってる側でもないので聞いてる情報ではそうなのかなというふうに思っています。